こんにちは、土田です。今回は Inkscape 1.1の基本操作。その中の画面のスクロール、ズームイン、ズームアウト。これをやっていきたいと思います。トッキッキ呼びかけ1というファイルを読み込んでください。真ん中にトッキッキが表示されています。では、このトッキッキを拡大していきましょう。ズームインしていきます。 ズームインするときは、マウスポインターを中心として拡大されますので、まず右目のあたりにマウスポインターを持っていきます。ズームの仕方はいろいろあるんですけども、簡単なマウス操作で行うやり方をやります。まずキーボード、コントロールキーを押さえながら、マウスの真ん中のボタン、マウスホイールを回転させます。 マウスホイールを奥に回しますと拡大、ズームイン。手前に回しますと縮小、ズームアウトになります。では今回目のあたりを拡大しようと思いますので、ここでコントロールキーを押さえながらマウスホイールを奥の方に回していきます。では回します。はい、このように拡大することができます。 右下見ていただきますと、こちら、パーセントが出てきます。これが100%実寸に対してどれだけ拡大したかを表しています。今、986%。約10倍になってますということです。では、もっと回していきましょう。はい、拡大するとこのように文字が出てきます。256倍まで拡大できますということですが、 はい。今、表示見ますと 25,、25,600%。つまり25 6、256、え、倍、ー。これが最大なんですね、えー。最大の拡大になります。では、次に、縮小。ズームアウトしていきたいと思います。同じく、マウスポインターを中心に、サイズが小さくなってきますので、えー、真ん中にマウスポインターを置きまして、コントロールキーを押さえながら、マウスホイールを 手前に回してください。はい。このように小さくなります。えー、今80%ですね。もっともっと小さくなってきますが、はい。右の方にまた突起が現れました。もっと小さくしていきます。はい。1%まで縮小できます。と書いてあります。えー、今3%です。もっと小さくなりますね。はい。小さくなります。 1> 今1%になりました。はい。これが一番小さなサイズになります。ここに小さく出てますけども、これが A4 に設定した大きさなんですね。A4 の大きさをここまで小さく表示することができるということです。はい。突起器、えー、大きな突起器が出てますけども、全体像、表示されておりません。 このように画面に表示できないもの、どうやって見ますかというと、スクロールすることによって見ることができます。スクロールの仕方なんですけども、今度はキーボードは使えません。マウスを使います。マウス、今回転しましたマウスホイール、これを押してください。押した状態でマウスを動かしますと、 マウスに連動して画面もスクロールします。つまりドラッグですね。えー、真ん中のボタン、マウスホイールを押してドラッグをすると連動して画面を動かすことができます。はい。羽の下あたりにメッセージが出てます。それを確認してください。はい。えー、自由にスクロールができるようになりました。 ズームツールを選択し、ページをウィンドウに合わせるようにズームをクリックしてくださいということです。マウスを使ったズームイン、ズームアウトは非常に使いやすいので、いろんなところで使います。ただし、例えばあるところに一気に飛びたいとかいう時には、マウスではなくて、ズームツールの中に用意されてますものを使って行うことができます。 ではやってみましょう。ズームツール選択ということで、えー、左の方にありますツールボックス、下の方の虫眼鏡のマーク、ズームツールをクリックします。そうしますと、ズームツールで使える一覧が出てまいります。この中で、こちらですね。ページをウィンドウに合わせるようにズームというのがありますので、これをクリックします。はい。えー、そうしますと、文字通り、 ページですね。これ A4 サイズのページ設定されてるんですけども、ページをウィンドウに合わせるように、つまり全体が出るように、表示されるように、えー、こちらのですね、倍率を設定し、えー、今回はちょうど72%でこの画面にいっぱいいっぱいに表示されるようになってましたので、えー、自動的にその設定にしてくれて、 ページを真ん中に持ってきてきくれますですので、先ほどのようにスクロールでいろんなところに行きました。どこに戻ったらいいかよくわかんなくなってしまったというときは、このアイコンを押すことによって一発で戻ってくることができます。非常に便利ですので、覚えておいてください。